有効分析装置のホロカソードランプホロカソードランプとは原子球光分析や原子蛍光分析の際になど使用される抗原ランプで目的元素の気線スペクトルを強くかつ特異的に発する性質があるランプである中空陰極ランプとも呼ばれるホロカソードランプは通常価統計の形をした電球である内部は 電極とごく低圧の気ガスで構成されている。外部は接点部が金属、それ以外はガラスとなっている。電極部は内径 10mm 程度の中空二重管に成形されている。内管が陰極となっており、この部分をホロカソードと呼ぶ。電極間に高電圧をかけることによってグロー放電を発生させ発光を行う。 目的元素を電極として用いることによって特性を得ている。例えば、陰極部の電極にカルシウムを用いれば、カルシウムの基線スペクトルを得ることができる。このため、基本的に1本のホロカソードランプは1元素の基線スペクトルを発する。ただし、複数元素の同時測定などの目的で複数の元素からなる電極を用い、複数元素の基線スペクトルを発する製品も、 存在している。ありがとうございます。